こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は32式太極剣詳細解説動画をお送りいたします。ぜひご覧ください。 UBC の説明をします。南方向を向いて足を揃え、頭を上に伸ばしていくような形になります。左の手で剣を持ち、右の手指は腿の横側に触れておくようにしましょう。右の足に重心をかけ、左の足を徐々に開いていきます。カイリーブー、足先をついて右の手を剣士に変え、そして体重を足半々に持っていきます。UBC、南方向を向いて立ちます。右の足に徐々に重心をかけながら、左の足を開いていきましょう。左の足先から着地です。右の手は剣士に変わって体重を半々に持っていきましょう。UBC、南方向を見ます。右の足に重心をかけたら、左の足を徐々に開いていきましょう。UBC、UBC の際、刃物が体に触れてしまうと怪我をするという配慮から、これ表現服ですからちょっと距離は分かりづらいですけれども、少々空間をとって剣を持つことをお勧めします。あまりつくと、体に刃が触れるということを嫌います。返り分をした時にこの右の剣士もですね、近くよりも少し離すような形になります。UBC の説明をします。左の手で剣を持つところから入ります。左の手のひらで剣角に触れて、左の人差し指で柄のところに触れます。持つ場合に剣の平らなところと腕の内側がくっつきます。これ離して行うものではありませんので、まず最初にくっつけておきましょう。コツとしますと、人差し指をこのようにスナップをつけますと、平らな面と腕がくっつくようになります。 UBC の説明をします。南方向を向いて足を揃え、頭を上に伸ばしていくような形になります。左の手で剣を持ち、右の手指は腿の横側に触れておくようにしましょう。右の足に重心をかけ、左の足を徐々に開いていきます。カイリーブー、足先をついて右の手を剣士に変え、そして体重を足半々に持っていきます。 UBC、 南方向を向いて立ちます。右の足に徐々に重心をかけながら、左の足を開いていきましょう。左の足先から着地です。右の手は剣士に変わって体重を半々に持っていきましょう。 UBC、 南方向を見ます。右の足に重心をかけたら、左の足を徐々に開いていきましょう。 UBC、UBC の際、刃物が体に触れてしまうと怪我をするという配慮から、これ表現服ですからちょっと距離は分かりづらいですけれども、少々空間をとって剣を持つことをお勧めします。あまりつくと、体に刃が触れるということを嫌います。返り分をした時にこの右の剣士もですね、近くよりも少し離すような形になります。
EBC の説明をします。左の手で剣を持つところから入ります。左の手のひらで剣角に触れて、左の人差し指で束のところに触れます。持つ場合に剣の平らなところと腕の内側がくっつきます。これ離して行うものではありませんので、まず最初にくっつけておきましょう。コツとしますと、人差し指をこのようにスナップをつけますと平らな面と腕がくっつくようになります。今回もご覧くださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また私の著書 DVD 太極拳教室もよろしくお願いいたします。